はい、ということで今回の現象はシャーベットランドの隠しグライダーはどのぐらい速いということで比較していこうと思います。画面左が隠しルート、画面右が最速ルートです。さあ画面左、分岐ルートをまっすぐ行きまして、奥の方に行くとなんとグライダーが隠されているということで、飛んでいくんですがどのぐらい差が生まれるでしょうか。最速ルートが 11.10、 そして 11.71 ということで 0.6 秒ぐらい差がつきましたということで、結論、謎のグライダーに惑わされずにキノコを使おう。マリオカートで気になることがあればコメントください。